皆さんこんばんは、大和市民体育館前橋です。今日は夜になってしまいました。6月1日と2日はゆっくりとした動作が連続しましたので、今日は少し体を速い動作で刺激をしていきたいと思います。腕立て伏せの姿勢からのニートゥーチェストとニートゥーエルボーになります。それでは、まずはゆっくりと動作をやってみたいと思います。まずはこのように腕立ての姿勢になります。お尻がこう上がったり下がったりしないようにしっかりお腹周りもキープしておいてください。はい、この姿勢からまずは膝を曲げて胸の前に1、2です。はい、その後は足を外に開きながらニートゥーエルボー、肘と膝がくっつくように、はい、くっつけていきます。この動作を連続して行っていきます。はい、動作の時間は今日は30秒やっていきたいと思います。結構全身に効きます。お腹周りにも効きます。終わった後、軽く息が上がってくると思います。それではやっていきたいと思います。はい、それでは行ってみましょう。はい、じゃあ腕立て伏せの姿勢になりましょう。はい、それではスタートします。はい、よーいスタート。はい、はい、できる範囲で速い動作を繰り返してみてください。今10秒経過しました。あと5秒です。はい、今30秒終了しました。結構私見ていただいて分かるように、結構息が上がります。無理な動作スピードではなくて、ご自身の体力体調に合わせて、スピードを調節してみてください。とても全身に効くいい運動です。お試しです。それではまた。